浦和市は関東地方の南部、埼玉県南部に存在した市。1995年からは県内最大の人口を有し、県庁所在地として県行政の中枢を担っていた。東京都特別区部への通勤率は 35.9%。市制施行前は北足立郡に所属していた。2001年に大宮市、与野市と合併して埼玉市となり、廃市。2003年には埼玉市の政令指定都市以降、区制施行に伴い、旧市域にあたる部分が桜区、浦和区、南区、緑区の4区に分けられた。旧浦和市域を総称して、浦和地区という。埼玉県の県庁所在地であり、廃止直前の平成12年時点で 70.67 平方キロメートルの面積に、県内最大となる人口約48万人を有していた。古くは、長神社や玉蔵院の門前町として栄え、奈良時代には、律令制の成長が置かれた。江戸時代になると、中山道の宿場町である浦和宿として、発達していった都市である。また、東部の大門地区は、かつての日光御成街道の宿場でもあった。1869年1月28日、武蔵国内にある旧幕府領、旗本領の管轄のため、武蔵地検事、宮原忠秀の管轄区域をもって、大宮県が設置されたが、県内に実質的な県庁は置かれず、同年9月29日になって、県域内で最も人口があった浦和宿に県庁が置かれ、浦和県を称した。後に、忍県、岩槻県などとの合併による、埼玉県成立、さらに、入間県合併により現在の埼玉県が発足した、後も一貫して県庁が置かれ、最終的に1890年に勅令によって、正式な県庁所在地に指定される。なお1883年には、県内初となる鉄道である、日本鉄道の上野駅、熊谷駅間が開業し、この時に、県内最古の駅の一つ、また現在の埼玉市内で最古の駅である、浦和駅が開業している。入間県を編入して、川越が最も人口のある都市となったが、浦和も、県都として、各種行政施設のほか埼玉県師範学校、医学校、県立浦和第一尋常中学校、県立浦和高等女学校、旧制浦和高等学校などが、次々と開設され、全国から優秀な学生が集まるようになった。旧制浦和高等学校は、当時の東京帝国大学への合格者が全国で2番目だったことから帝大への登竜門と称された。さらに1923年の関東大震災を契機に、震災の被害が少なくかつ東京から 20km 圏内と、交通の便の良い浦和には、東京や横浜方面からの移住者が増加し、1932年の東北本線電車延伸開業とも相まって都市化が進んだ。鎌倉文史に浦和画家とも称されたように浦和は充実した官立の教育施設群とともに文化人の活躍の地としても有名になり文教都市としての名声を高めていく。このような中1934年には川越市、熊谷市、川口市に次ぐ県内4番目となる市制施行を果たした。なお先述の埼玉県師範学校は、埼玉県におけるサッカー発祥の地となり、卒業生が県内の学校に赴任して、サッカーを普及させた。第二次世界大戦後、高校年代の各チームが全国大会でタイトルを獲得したことで、埼玉県は静岡県、広島県とともに、サッカー後三夜と称された。1992年からは、プロサッカークラブ、浦和レッドダイヤモンズの本拠地となっている。戦後の浦和市は、高度成長期の東京都市圏の拡大の中で、大幅に人口が拡大し、周辺町村を合併しながら発展の一途をたどる。1961年の南浦和駅開業、1973年の武蔵野線開業や1985年の埼京線開業を経て都内及び県内他都市と結ぶ鉄道交通も発達し、市内では急激な人口増加に小中学校の開設が追いつかず児童の飽和状態が問題となった。市東部の特に現在の緑区西部では多くで区画整理事業により造成され宅地となった。埼玉市発足後にはみそのウィングシティの造成も始まった。1995年以降は川口市を抜いて埼玉県内最大の人口を要した。埼玉県の県政、文化の中心都市であり、高級住宅地として知られていることから、県内最大の市民所得を有するとともに、商業においても、県内最大の売り上げとなっている伊勢丹浦和店があり、埼玉市発足前の時点で、大宮市に次ぐ、県内第2位の商品販売額を誇っていた。埼玉市発足以降は、埼玉市役所が、旧浦和市役所を利用して設けられ、旧市内でも浦和駅周辺地区は、埼玉市の都市計画における都心地区の一つとして再開発が進められている。2007年には浦和パルコや市立中央図書館を含む再開発ビルが浦和駅東口に完成した。なお、県庁所在地としては最後に市制を施行し、初めて消滅した県庁所在地の市である。住宅地としての人気は関東大震災以後急速に高まる。それに先立つ大正5年初頭の国民新聞の市場において、東京近郊の理想的な住宅地、別荘地を投票により選定する企画が行われた。浦和町は、郊外住宅地部門では9等、別荘地部門では8等に入賞し、良好な郊外住宅地として、すでに認知されていた。具体的な理由も掲載され、東京への近さ、教育環境の充実、下水道整備率の高さなどが挙げられていた。また、鹿島第の風光明媚さや、災害の不安が少ないことも記され、当時はまだ畑も多く宅地開発の余地があった、鹿島第が住宅地として注目されていたことがわかる。震災直前には、鹿島第に管理や教員向けの町営住宅を建設しており、また、大正11年9月には、浦和耕地整理事業が着工し、町としても、浦和の住宅地、別荘地の期待や、住宅不足に対応するため、実際に宅地としての開発が本格化していた。そうした矢先の1923年、関東大震災が発生し、浦和は、東京や横浜から移住する人で一気に3000人以上の人口増加が起こった。当時の人口は12000人程度だったので、25% の増加率であった。特に前述の鹿島台エリアである別所沼周辺には富裕層や官僚以外にも画家の移住や画家のアトリエが目立ったため同じような理由で移住が増えた鎌倉の鎌倉文士という言葉と対になる浦和画家という言葉が生まれた。昭和初期には40人以上の画家が集中し、さながら絵描き村であると報道された。その後も現在に至るまで、都心から近い閑静な好立地も一因として住宅地の人気を保ち続けている。浦和区の世帯所得は2013年時点で年収1000万円以上が 20% を超えるなど、高級住宅地が多い世田谷区や渋谷区よりも比率が高く、首都圏でも最高水準を記録している。これは購買力の高い官僚、医師、社長などが多く居住することも大きな理由となっている。公立高校では全国最多の東京大学合格者を出す年度もあった埼玉県立浦和高等学校が所在するなど大卒者の多さも所得に影響している。高級住宅地として称される地域としては岸町、常盤、高砂、中町などとその周辺が挙げられる。消滅時、県内で最大人口を有していた。2020年9月時点での旧市域の人口の合計は約 58.1 万人であり、川口市の人口約 59.5 万人に次いで多い。住民基本台帳人口による合併後の旧浦和市域の人口変動。すべて4月1日時点。埼玉市の項を参照。これらの関係はすべて埼玉市に引き継がれている。浜松や三島などと並んで、うなぎのかば焼きが名物となっている。また、創業100年を超える、かば焼きの老舗も多い。合併後の2008年には、柳瀬隆によるキャラクター浦和うなこちゃんが誕生した。また浦和うなぎ祭りが、埼玉市役所で行われている。埼玉市スポーツを参照。サッカーでは、J リーグ浦和レッズが、本拠地を置く。浦和市時代にホームスタジアムである、埼玉スタジアムの建設が始まり、埼玉市成立後に完成した。それ以前にホームスタジアムであった浦和駒場スタジアムは、浦和レッズレディースのホームスタジアムとなっている。プロ野球では、千葉ロッテマリーンズ2軍が、ロッテ浦和球場に本拠地を置き、社会人野球では、強豪の日本通運公式野球部が駒場に本拠地を置く。また、全浦和野球団は、埼玉市営浦和球場を本拠地としている。また、高校サッカーでは、浦和高校、浦和西高校、浦和市立高校、浦和南高校が全国制覇を果たし、高校野球では、浦和学院高等学校が、埼玉市成立後の2013年に全国制覇を果たしている。浦和市が舞台、もしくは、浦和市がモデルとして登場する作品は、以下の通りである。ありがとうございます。